はい、皆さん、ま、いろいろ。YouTube をやって、動画再生数が伸びない方、まあ、どんな撮影機材を使えばいいのか。スマホしか持ってない人は、ビデオカメラがあればもっと伸びるんじゃないかとか、一眼レフがあればもっと伸びるんじゃないかとか、多分、考えてると思うんだよね。でも、YouTube で、売り上げがなくて、そのものは買えないと。だから、自分の動画は再生数が伸びないんじゃないかと。それね、関係ねえんだよ。うちは、まあ、今、ソニーの α7 ね。これ、レンズは、 28と70だっけこれデフォルトのやつ。あと 50mm のマクロがあるんだよね。あとソニーの AX55 ビデオカメラね。あとキャノンの D70、70D か。あとないのは LED 照明ぐらいでもね、男のさ、顔 LED で照らし出したってしょうがねいかんね。女の子の場合は化粧するから LED でね、シャッと明るく撮った方がいいけど、男はちょっと暗めに撮った方がかっこいいからね。だから撮影機材としてはもう十分、 動画の再生数が上がらないとか人気が出ないっていうのは、機材じゃないんだよね。認めたくないだろうけど、動画がつまんねえんだよ。うちがいい例だよね。わかりやすい例でしょこんだけ撮影機材。まあ、親父だからね、他に買うもんねえからこうやって買っちゃうんだけどね。そう、うちにないのはスマホだよ。だから、スマホの動画なんか綺麗に撮れてるよね、今ね。スマホあればね、ビデオも一画レフもいらないって感じするけどね。スマホで物撮りするときは、確かに LED 照明で明るくした方が綺麗だよね。 フルサイズの一眼レフだと暗さに確かに強いけどね。だからといって動画再生数は伸びない。あと男性の方は撮影機材買うときはなるべく一番高いものを買った方がいいよね。二番目のものを買うと一番高いのが欲しくなるんだよ最後。だったらもう最初から一番高いの買った方がいいよ。まあ一番高いの買ったって動画の再生数は伸びないと思うけどね。まうちがいい例だよ。動画再生数を伸ばしたかったら撮影機材よりも動画内容を考えた方がいいね。はい、お疲れ様でした。